今を切り取る。今回はスマートホームについてです。スマートホームとは生活家電や住宅設備をインターネットでつないで声やスマートフォンでコントロールできる快適な暮らしを実現する家のことです。その需要の高まりなんですけれども、こちらご覧ください。こちらドイツの調査会社によるスマートホームの世界市場を表すグラフなんですが、それによりますと2017年時点ではおよそ 3.6 兆円の市場が、2030年には4050億ドル、およそ45兆円の規模に成長すると予想されています。さらに注目が高まるスマートホームを海老沢リポーターに体験してもらいました。こちらをご覧ください。お邪魔したのは橋本市さつき台。こちらには大阪市の建設不動産を取り扱うホームサービスの会社、株式会社ヘスタ大倉のモデルハウスがあります。今日はこちらでスマートホームの機能が体験できるんですよね。はい、ぜひ最新のスマートホームご体験ください。ヘスタスマートホームは声やスマホでの家電操作はもちろん、防犯や見守り、さらに公式アンバサダーとしてゲンキングさんをお迎えして健康と美容を取り入れた暮らしを提供しているんです。操作画面の行ってきますにタッチすると電気が消えたり、エアコンの電源のオンオフ、家の中の見守りカメラ、防犯カメラなどはスマートフォームの機能としてすでにご存知の方も多いと思います。さらに進化した機能のキーワードは健康と美容ということで、海老沢さんには今弊社が一番力を入れているヘルスケアを体験していただきたいと思います。まずはこちらの体重体組成計にお乗りください。この体重体組成計に乗ると、はい、こちらの鏡をご覧ください。なんか数字がたくさん出てますね。はい、こちら先ほど乗っていただいた体重体組計の数字なんです。体重のほか、脂肪率、水分量でしたり13項目測ることができるんです。その他寝具に設置し、睡眠中の呼吸数や寝返りなどの睡眠データを測定できるスリープトラッカーのデータなどもスマートミラーやアプリで確認できます。さらにこのデータを利用して医師による遠隔診療も行えるんです。先生、この遠隔診療で自宅から相談できるっていうのはいいことですよね。そうですね、時間や場所を問わず診察できるので、通院の効率も上がりますし、日常的に計測している数値で診断できるのはありがたいですね。また遠隔診療のメリットとしては、例えば地方だとか、遠方に住んでいる患者さんにとっては、その遠隔診療を受けられるということで定期的な診察が可能になりますし、子育て世代だったりとか、働いている世代にとってもなかなか受診しづらいという方も多いものですから、そういった意味では時間は調整しやすいので受診しやすい環境を作ることができるのではないかなと思います。先生が今後期待していることは一体どういったことでしょうか？そうですね、特に地方なんかは医師不足なんかも深刻な問題となっておりますので、遠隔診療が発展すれば、その場に医師が派遣で行けなくても患者さんを見ることができるという意味では非常にいいものではないかなと思っています。スマートホーム、今後どのような方に利用してほしいですか？そうですね、健康なうちからデータを集めていくことで未病にもつながると思いますので、健康に関心がある方はもちろん、健康管理が苦手な方も含めたくさんの人に使っていただきたいと思います。今後は海外にお住まいの方向けのヘルスケアサービスであったり電子カルテの連動、このあたりを目指しておりまして、最終的には次世代の在宅医療、こちらをですね、全国に展開できればと思っております。はい、ということでこちらが最新のスマートフォームなんですけれども、最近のスマートフォーム、ヘルスケアの分野まで広がってきているということなんですね。家で蓄積されたデータがそのまま診療に生かされるというのは非常に便利ですね。そうですよね。こちら現在は遠隔診療の準備が整い、これから始まっていくという段階なんですけれども、医療と住まいがつながることで家はただ住む場所ではなくて、安心して長く暮らせる居場所ということにもなりますよね。そして地方の医者不足といった社会課題の解決の一手としても今後注目されます。
以上、風尾の今を切り取る、今回は最新のスマートホームについてお伝えしました。